札幌市南区の住宅街。スコップを使いタイヤ周りの雪をかき出すのは JAF 札幌支部の辻岡博文さん、47歳です。雪の下の状況がわからないので、ある程度ちょっと周りを確認しながら。この車はタイヤが排水用のスロープに落ち、スリップして出られなくなっていたのです。駐車場に砂巻いてもいいですか？はい、ありがとうございます。スリップ防止のためタイヤの周辺に砂を巻き、じゃあ せーの前進しましょうね。せーの、前にどうぞ。せーの、アクセルです。せーの、はい、ストップ、OK、パッキング。作業開始からものの数分で救援できました。ちょっと雪がちょっと積もって、ちょっと止め方が悪かったみたい でそれでスリップしてしまったという状況でした。本当ありがたいです。ここまでが敷地だったんです。でここにマンホールみたいなのが、タイヤがここにあったので、スリップしてるタイヤの下はもう当然アイスバーンになってくるので余計出れない。道内では今シーズン大雪の影響で JAF への依頼が殺到。今月の出動件数はおよそ1万2500件と去年1月の 1.6 倍に上ります。この日も次々と救援要請が。お伺いいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。次に到着したのは豊平区の住宅街です。雪に覆われた1台の乗用車、1週間ぶりに乗ろうとしたところエンジンがかからなくなったといいます。バッテリーの電圧を測ると、電気測らせてもらったら、はい、通常まあ12V あるところが、はいはい、まあ、6しかないので、はい、何らかの原因で上がっていることは間違いないと思うんです、はい、冬場最も多いトラブルがバッテリー上がりです。救援用のバッテリーをつないで電気を送ります。無事エンジンがかかりました。とりあえずこれで動かせるなと思って、はいはい、よかったと思います。まだまだ続くと思われます。たくさんの方待っているかと思いますので、何か車のことでお困りでしたら JAF は年中無休24時間全国どこでもロードサービスやってますので JAF をご利用ください。冬場に増える車のトラブル、こまめな除雪や定期的な点検が防止策として有効だということです。